はい、はい、チョウリです。ってことで今日は何やってるかと言いますと、今日ね、マスターリーグやっていこうと思います。はい。で、なんでね、今更マスターリーグやるのかっていうところなんですけど、まあ、イーフットボールからね、次回作から、モバイルにもマスターリーグが搭載されるってことで、まあ、もしかしたら気になってる方いるのかなっていうふうに思ったのと、まあ、あとは、シンプルにマスターリーグね、僕も2016年ぐらいからもう本当3、4年とか4、5年ぐらいやってなくて、シンプルにちょっと僕がやりたいなって思ったので、ちょっとやっていこうと思います。はい、なのでもうね、あとイフトボール発売まで本当二十数日ということで、本当ねそんな時間もないんですけれども、まあ浮いでね最後まで楽しみましょうってことで、ちょっとマスターリーグやっていこうと思います。好評だったらね、ちょっと今後もやっていこうと思うので、よかったらね最後まで見ていってください。はい、ということで、まずマスターリーグね、これ完全にオフラインのモードになるので、マスターリーグで何ぞやってから、まあ、いるかわかんないんですけど、まあ、自分がね、監督っていうか、本当監督となって、まあ、クラブの運営とか、このチーム管理とか、全部自分でやっていくみたいな感じですね。なので、マイクラブのオフラインバージョンで、より細かいことまでできるみたいな、のイメージしていただけるといいのかなと思います。ということで、本当ね、これ本当に初プレイなので、やっていこうと思います。で、ちょっとでこれね、最初、メンバータイプ、このクラブチームかオリジナルメンバー選べるんですけど、これ本当オリジナルチーム、本当にこのゼロからやっていこうと思いますね。よし、やっていこう。さて、いやー、これどうしよっかな、これどこ選ぶかっていうところ最初あるんですけど、まあ、やっぱプレミアがいいよなっていうところで、プレミア2部からスタートするんだっけ、最初確か。これチームどこでもいいんだっけか、これってチームどこでもいいし、リーグどこでも選べるんだっけか、そんな感じなのかな、ちょっと覚えてないけど、ちょっととりあえずプレミアにしようかな。ユニフォームとかかっこよさそうな、サウサンプトンとかにしようかな。どうしよう、どこがいいだろう。アーセナルもいいな。アーセナルちょっと今なんか調子悪いみたいだから、アーセナルするか。アーセナルしよう。監督の容姿、容姿か、これ容姿も自分で選べる、自分で作れるみたいな感じだったと気がするんですけど、なんかそれっぽい、なんかもっとかっこよくできないから、ジーコとかにしとく。とりあえず監督情報、監督名ジーコ。いや、これチョブリにするだろ。これはチョブリにしよう。これこの顔でチョブリちょっときついな。日本にしとくか、一応日本人にしようか、これ。一応な。容姿がでもこれなの嫌だな。なんか、ジャージ似合わねえな。あ、スーツで行く。ワイシャツ。いや、スーツで行こう。きっちり決めていこう。これね、結構重要ですから。ここの設定なんだね。とりあえずこの設定を今回は、この、とりあえず、この、環境設定的な、この移籍頻度とか、交渉内容とか、予算規模とか、まあ、この、やや大きいとか、やや小さいとか、この選べるんですけど、とりあえず普通でいこうと思います。で、試合レベルに関しては、やっぱこのスーパースター、一番上のでやっていこうと思いますね。はい。ってな感じで、試合時間は、ちょっと短めでやっていこうかな。5分でやっていこうと思います。で、通過単位が円で、はい。これでいこうかなと思います。はい。さて、ちょっと楽しみだな。久々のね、マスターリーグっていうか、もうほんと数年ぶりだからね、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、ワクワクということでね、結構だいぶ俺がやってた時より進化してると思うんですよね。来たよ、これ、ジーコね、これ、俺ね、これ、チョブリ、これ、俺、もうなんかこういうとこまでちょっとリアルなのがいいよな、ちょっと。あ、こうしっかりアーセナルの、あ、しっかりこのクラブハウス的なのもしっかりアーセナルの、これスキップしていいかな、スキップします。お、シーズン目標ね、こういうのがあるんだよね、どうするのかみたい なんかこういうほんとなんか1から全部できるのはめちゃくちゃいいよな。チョブリー、今シーズン達成する目標について話したい。来シーズン以降ステップアップ考えれば、今シーズン最低の8位になることが必要と考えているのは君の考えどうかな。8位以内ね、ハークハーク。ここで俺の回答求められる？同意見。リーグ優勝。いや、目指すよ、リーグ中優勝。同意見。いや、リーグ優勝でしょ、これ。こんなんリーグ優勝やろ。難しいこと分かってるから、リーグ優勝でやっていきたいと思う。強気すぎる。アーセナルなんだから、これも。でもあれか、これ2部スタートなんだっけか。ちょっとこれスキップしよう、この。就任会見来たって。ここら辺まずめちゃくちゃリアルよな、マジで。これすげえよ。なんか俺の始めたマスターリーグの頃はこんなのはなかったけどね。プランをお聞かせくださいとか言われてるやん。これスキップしていいんかな。いや、選手の時は聞きながらあくまで自分のサッカーを、最適なバランスを。選手は最適なバランスをやな、やっぱ。あー、何より重要なバランスを考えてる。ちょっとここら辺ね。どんなスタイルのサッカーを、フェアプレー、高いインテンシティ、スペ
スペクタクル。いや高いインテンシティでこれ。うん、やっぱ美しいテクニックも大事だから、サッカーだと肉体のぶつかり合いだから、これ。気持ちなんだよ、これ。来たよ。はい。ってことで、早速開幕しました。来たね、これね。いろんなの見れるの、これ。メールが来てる。これメールとかもあるのね。前メールとかってあったっけ？初めての事務仕事。これもらったね。俺が本当に初めて、マスターリーグ初っていうことが分かったかな、これで。はいはい。これどうやってこれ確認 OK なのか、これ。はい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 。ってことで、何から見てこう、これ。マイチーム情報。スケジュールとかどうなの？交渉日。いやー、久々やね、この感じ。いや、初戦、えぐないこれ。インターナショナルチャンピオンシップカップアジア。いきなりマドリーチャンバルティンとやらせるやん。やばいな。ちょっと見てこうか、ゲームプラン的なところ。めちゃくちゃ弱いな、これ。めちゃくちゃ弱いな。とりあえず能力重視で、これやばいだろ、これ。とりあえず、アンテナこの3シェフみたいな感じでしょっか。誰が強いか弱いかもわかんねえからな、こんなん。ここ S ティンして、これきついぞ。なんか、顔同じじゃねこれ。なんか昔はね、これミナンダとかカッサオとかね、もしかしたら昔からやってる人はね、知ってるかもしれないですけど、昔はもっとなんかね、顔とかね、こう名前とかもしっかりあったんですけど、今はこんな感じみたいですね。まあやっぱこのライセンス的な問題も結構大きく絡んできてるのかなってところではあるんですけど、まあ88ぐらいにしといて、いや、これは弱すぎるやろ、さすがに。なんか、こう選手をここでさらに移籍させていくのがやっぱね、このゲーム面白いですから。さあ、やっていくか。で、チーム運営、交渉、トレーニング。いや、なんかいろいろやることあるな。これ一個ずつやってたらマジ、キリねえ、一生できちまうんだよな、こんなの。はい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 。とりあえず一回の交渉とか見てみる一回。あ、これ移籍予算。一十百千万、十万、百万、千万、一億。あ、6億円ね。マイチーム。いや、これ他のチームからちょっと、俺のチーム弱すぎだろ。スカウティングの指示しようぜ、これ。スカウティング指示しようぜ。弱点の補強。イングランドからちょっと取ってこい。総合値、予算、考慮するだろ。OK。これで行ってくれんのかな？こういうのって。これで探してきてくれんのかな？あなたがチェックしてるんですよ。株組織、条件設定、他チームと交渉中。交渉してないでしょ、なんも。ただじゃ2点進行しよっか。次へ。これも次の日ってさ、あれじゃなかった？試合じゃなかったっけ？確か。あ、交渉日。おー、もう試合来たやんけ。交渉日なんか何もなかったな。プレシーズンね。チャプター1ということで。かっけえな。かっけえぞ、これ。で、これは早速試合なのか？メール。まだ全然理解できないぞ。これ日程進行。もう試合はこれ終わったのか？次の試合って書いてあるけど。今日は試合じゃないのか？試合は終わったのかも。とりあえず交渉、なんか補強したいんだよな、とりあえず俺。なんか強い選手取れないわけ。もうこれ弱すぎるだろ。こいつとかなんか視聴覚強い、危険アルカス強くねえか。1億やぞ、視聴覚。その選手がうちにいるのか。いるみたいだな。ただクラブ、どっかのクラブチームからただ引き抜こうぜ。なんか強いし、なんかさ、これ、オリギとか取れないの？検索かけてみるか、ちょっと一回。移籍金、これ破産しちゃいけないから、これ。ジョタね、ジョタとかいいじゃん。ジョタ、高っ！いや、こんなん無理よ。いや、ってこれ、うちのクラブ、無理じゃん、こんなん。ついな、これ、オリギとか無理なんかな？うちのエースとして。スパサブ。これ、ちょっと取りたいけどな。ちょっとオリギとか行ってみる？ちょっと。移籍交渉申し込む。一回やってみるか。いや、こんなんできんの今。すっげえ。年俸。
いや、これやばいかもしれん。年俸やばくね？一応100。え？年俸、こいつの年俸で。まあ、これでいいか。こいつだけ獲得したとりあえず、じゃあもう。もうわかんねえけど、とりあえず、勝てばお金入るだろ、みたいな感じの、あれでいこう。おーし。このやばい、絶対チーム運営が向いてない。あ、試合進む、来た。試合していこうと思います。え、これ絶対勝てないやんな。これ、地獄やん、これ。オッケーオッケー。とりあえず、今回この試合をするっていうのが、なんかさっき強いやついたよな、俺のチーム。いなかったっけか。どこ行ったか。こいつ欲しいな。ラインブレイカー。スパサブか。とりあえず今回この試合、なにこれ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 、光ってる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 。なんこれ使うか。え、いや、使ったらやばい。え、TS やっばこれ。え、最初みんなこんなんでやってんの？トレーニングとかするべきだったか。まあいいや。とりあえずこれでいこう。とりあえず一回まあこれ、念願初戦ってことで気合を入れていかなきゃいけない。ってことでやっていこう。相手は、超強豪、マドリー・チャマルティンということで。レアル・マドリード。これ負けだけにいかないから。よし。でもこれでいっか、普通ので。相手しかもスーパースターだからね、めちゃくちゃ強いから、気合入れていこうと思います。マスターリーグね、ほんとこれ多分、試合に勝つか負けるかとか、この大会とかも勝つか負けるかとかで、このだいぶ、晴れてね、俺夜にしなかったっけか。まあ、いいか。よし、お願いします。いや、これさすがにこのレベルにスーパースター勝つの。この TS とかで勝ったら結構エグいけどな。結構、いけ。ある？いやー、マジかよ。お前ら打ち切ろう。やーん、やばい、やばい、それやばいぞ。待って、頼む、待って、お願い。ちょ、ナイス。あ、ぶね。結構ガチで白熱してるんだけど、俺の中で。何一個上げしてきてんだよ、相手。ちょっと待って。はい、おい、ナイス。おい、このキーパー意外とやれるんじゃないか、このメリコフ。愛着湧いてくるな。なんで1個上げしてくんの？しかもこれ相手は。きつい。あ、絶対1段目。うわ、それ、無理だろ。オッケーオッケーオッケー。耐えてるぞ、これ。まずい。まずい、まずい、まずい。アップーツ！で、ナイスすぎだろ。アップな。だこのキーパー意外とやれんぞ。丁寧にか、丁寧。丁寧なビルドアップ。ここ当てる。ダイレ。ワンツー、走れ。来た！来た！よし！おい、来たぞ。やばくね、この先制点。でかすぎる。おい、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 おい。ぎこちないな、お前。いやー、この先制点でかい。これは今後の俺のこのマイクラブライフで相当、マイクラブじゃねえ、マスターリーグライフで相当大きなものになってくる。いや、ちょっとこの、これ絶対この試合勝つぞ、マジで。マジで普通におもれんだけど、マスターリーグ。やばいって。あっぷね、クレッショ、クレッショ、クレッショ。グッ、もう、ガチか。いや、マジか、これ。いや、お前、それ入るか。いや、ここで、頑張って俺クリアしたんだけどな。しゃあない。まだ前半。いや、この1点取るのでかい。いやー、終わりか、ちょうど。やばいぞ。やばい。待って、お願いします。ナイスキー！ちょっと、押した。やばすぎ、マジで。え？このキーパー、えぐいんじゃない？マジで。強い説出てきたぞ、こいつ。俺のマイクラブのチェフよりは絶対強えわ、こいつ。待て。毛が小さすぎる、お前。お前。待て。頼む。当たりって。お願い。あ、やばいかも。ナイス。四角いけ、四角です。お前だって、アップなんですか、ベンゼマ、強すぎるとか、欲しすぎるんだけど。えぐない、こいつ。ナイス。ナイス。奥。ここ。来た。決めて。お願い。よし。
やばすぎ、今の綺麗だっただろこれ。結構ガチなよし出たわ。いやこれ綺麗だったら、ちょっと最後若干自己チェックだったけど。いや、やばいかも。待って。あっぷな。マジで危ねえやん。マジで危ないやん。ナイス。やばい。頼む、返せ。ナイス、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 ナイス。ちょっと、集中しよう。やばい。これ取ったらクリア。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 中切る、中切るよ。ナイス、ナイス。クリア、クリア。よし。来た来た来た、インターナショナルチャンピオンシップ、チャンピオンカップアジア。マスターリーグ初勝利、これ来たぞ。トロフィーもらって。いやー、めでてて、これガチでかすぎだろ、この勝利。まさか勝てると思って、めちゃくちゃシュート打たれてるし。まあ、これキーパーが良かったな。え、これ勝ったらなんかもらえたりすんのかな。うえ。あ、第一節とかあんのか。あ、4チームなんだ。これ1位やん、俺。ナイス、ナイス。よし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 。お、次の。次、第2節か。いやー、これよかったね。これなんか、ちなみに、お、交渉切るぞ。オレギ。お?これは?加入?ん?決裂、お前さ、待って、右下に交渉は決裂したって書いてあるやん。やっぱね、これ無理なんやな、マジで。こういうなんか、やっぱ、有名クラブからこう弱小チームにはマジ無理なんか。なるほどな。オリギエ。お前、来いよ、オリギエ。まあ、とりあえず今日こんなところかな。うん。で、次、うん、次の日程が、監督オフィスのこれメール来てると思った。オリギエ?なんだこれ。交渉難しくしたのは我々とリバプールとアールドの実力差。まあ、実力差ね。クラブ大きくしなくちゃ無理だった。やっぱそういうのもあるんやな。まあ、てな感じで、とりあえず、まあ、今回の初戦とりあえずね、なんかなんとかインターナショナルカップみたいなやつね、初戦勝つことで、まあ、次回ね、次、ミランとだから、とりあえず今日はね、こんなところにしたいと思います。はい。いや、これおもろいな、マジで。なんか、今、結構数年ぶりやったけど、このオフラインの面白さみたいな、久々に味わったね。うん。まあ、ちょっと、意外とね、面白いんで、ちょっと好評だったら今後もちょっと、まだね、発売まで時間あるんで続けていこうと思います。はい。ってな感じで、マスターリーグね、こんな感じなんで、めちゃくちゃ面白いんでね、ぜひアプリでの方も期待していただければと思います。はい。ってな感じで、よかったらね、面白いと思った方、ぜひぜひコメント、高評価、そしてチャンネル登録、何にとぞよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今日はね、以上で終わりにしたいと思います。それでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあねー。